こんばんは。今日は2016年度、つまり2017年の2月、つまり去年の新権模試ですね。高2の新権マークか。高2の新権マークの数学。えっ、ー、と、西高の生徒から聞かれた問題です。えっ、ー、と、問題は読むのは省略します。まあ、生徒はこれ持ってますので、いいですかね。去年の新権マークです。はい。じゃあ、やってみましょう。えっ、ー、と、まず、 1>, 1番、えっと、10センチ、8センチ、6センチで指定されているので、これも3対4対5で直角三角形は3対4対5で成り立つが知っていれば、まあ、もしくはも三平方の定理でいいですね。これの2乗イコール、これの2乗足す、これの2乗が成り立つから、角 C が90度ですね。だから、はじめの回、あは、えっと、2番、角 C イコール90度を選んでください。で、次に、えっと、こから水線を下ろすと。CH が何歩ですかと。 まず、三角形 ABC が直角に、直角三角形なので、面積出ますね。2分の1かけ8かけ6で24と。で、それを、これを底辺、これを高さにして、24イコールこれかけこれ割る2と。これですね。2分の1かけ10かけ CH。これで CH が出ます。CH イコール5分の24と。5分の24と。で、次。この角の二等分線ですね。ということは、角の二等分線は、 これ対これつまり8:10は8:10いいですかだからこの CD っていうのは6センチを8:10に内分する点とつまり CD は6かける1 8分の8か6かける1 8分の8で計算してください3分の8といいですか8:10だからこれも8:10ですよ6センチを8:10に内分すればいいとじゃあ CD は3分の8とはい続いて 今度は角の二等分、角の二等分だから、この K は内心ですね。K は内心で2番になると。まあ、いいですか。外心は垂直二等分線だけど、えーと、内心は角の二等分線ですよ。いいですか。角の二等分。K がですね。で、次。えーと内,えー、内接円の半径だから、三角形 ABC の面積がさっき24でしたね。24の別の書き,書き方としては、 底辺あだから8と6と10を足してえっ、ー、と R 内接円が高さになるので r ×二分の一にすればこの面積出ますねいいですかね、まあ、これは公式みたいなもんですそれが24だからさっきの計算で言うと24だから R が2となります続いてこれね方べきの定理であだから九が2ですよで次 K を出すんだけども方べきの定理あの点 C からこの円に向かってこう線を引くと。 宝壁の定理でありますね。c p かける c q c p かける c q が CG えっ、ー、と G どれやっとき <laughs> ?G っていうな。どれが G かいあれちょっと待ってください。G って何やってっけあ<れ>あ、そう G は G G ははこちらが定めたんか。えっ、ー、とねこれこれが G か。これが G。つまりねえっ、ー、と今内接円の半径が二ですよね。じゃあ二二と。 でここそもそもこれ90度ですよね。ここ90度。90度で、ここまた水線だ、えー、これが接線だから、これ90度になりますよね。で、これも接線だから90度になる。90、90、90ってことはこれも90度。で、これが2センチ、2センチ、半径の2センチ、2センチなんだったら、これも2センチ、2センチになるから、これ正方形ですね。だから CG はこれ2センチですよ。CG は2センチ。だから、まあここ、この点を G とするならですよ。G とするならば、 かるかなもう一回言いますよ、えー、ここ内接線書いた場合これが接線になりますよね接線でこれは接点と接点ここを G とするならばもともとはこれ90度もともとがですよ直角三角形だから90度でこれ、えー、と垂直接線に対して垂直に下ろしてるから90度90度じゃあ自然とこれも90度とでこれが半径同じだから22とということはこれも22になりますね 正方形か長方形かなんだけどこれとこれ等しいはずこれとこれは等しいはずだからこれが2ならこれが2これが2なら2とじゃあ正方形じゃあここ要は,要は2ですよじゃあ CG これ G とするならば2だから結局は方べきの定理 c p かける c q イコール c g の2乗ですねここ G ですよ接点 c p かける c q イコール c g の2乗とつまり2の2乗ということで c p かける c q が4にしてくださいこれは K です で、あと最後に、今のやつを、角の二等分線で行った場合と。角の二等分線で行った場合と。いいですか。角の二等分線で行くと、えっ、ー、と、45度、45度になりますよね。これが元々正方形だから。ということは、K は、この正方形のここを通りますよね。あ、正方形じゃない。この、この線は。この線は、K を通りますよね。いいですかね。えっ、ー、と、もう一回言うと。 さらにこの直線は k を通るとだから、これ45度45度に内分する形の、あの、45度4 5度の角の二等分線と一緒ですよね。k を通るんだから。これがもともと正方形なんだから。そしたら、こうなって、ということは、えっとね、ここの文字が p ですよね。cp と。で、ck が1対1対ルート2だから、45度45度90度と1対1対ルート2。で、2センチ2センチだから2、2ルート2ですよね2。2ルート2。で、c、 ck が2ルート2だったら cp は2ルート2からこれ半径だから 2, 2ですよねつまりこうなるこうなりますよね ck が2ルート 2ck が2ルート 2cp は、C、この cp は2ルート2からこの半径の2を引いたやつですねそれが交差しの回答です交差しの回答 cp イコール2ルート2引く2とよろしいでしょうかもう一回言いますよもう一回言うと これがが正方形が言えてます。で、K を通るんだから結局45度45度これが正方形だから45度45度にこう分ける感じですね。2等分する感じ。点9がですね。点9までこう引っ張ると。よろしいでしょうか。だから CP の長さは言われたらこの2ルート2から半径の2を引いたやつが回答となります。はい、じゃあ以上です。ここに頑張れ。